はい、今皮屋さんで皮一枚の皮はこんな感じです。それで、制作するときに、まあ、これはちょっと簡単なものですけれども、こういうふうに皮を切って、長財布が、こういう感じで切ります。あ、こういう感じで取ります。で、こういうで、こういう感じで、皮を切って、こういうふうに、これはこういうふうになるっていうことです。こういう感じで、ここがこういうふうに、こんな感じで、こんな感じで取れるという感じです。お分かりいただけましたでしょうか。こういう感じになるってことです。このぐらいです。